君どど冒険者狩りのボスが君ドド、君どどそうだ。これはてめえらがシャシャってどうにかなるレベルの話じゃないんだ。そして今回は君どどさんが自ら魔族を殺しに来た。だからお前らのお友達ももうこの世にはいない。君どどやと君どって、あの、君どどかあの、魔王討伐に一番近いって言われてる勇者の。最近不倫して、一週間だけ、活動休止した。あの、君どどかマジかよ。じゃあ、ゴットンも多分、勝たれへん。逆に、ゴットンを助けに行かなか。 でも、どうやって俺らがゴッドンを助けんねん。いや、その前にこのおかっぱをどうにかしてやなか。このおかっぱを倒してその後ゴッドンを助けに行く。どうやって助けるかはその時考える。あかんやること多すぎて何もできひんようになるモード入りそうや。とりあえず今はこのおかっぱのことだけ考えよう。お前らももう終わりだ。君どどはなんで冒険者狩りをしてるんですかお前らの冒険者としての目的はなんだ魔王討伐です。君どどさんも同じだ。ただあの人の場合は手段を選ばない。魔王討伐のためなら何だってやる。だから冒険者を買ってるだけだ。 なるほど。じゃあ、あなたたちも、最終的には、君殿どどに殺されるんですね。何俺たちがだって、そうですよね。あなたたちは、魔王戦には完全に不要です。それなのに、俺たちを殺すように指示されてる。いわば、獲物を譲られてる。これは不自然だと思いませんかお前たちみたいな小物は相手にしていないだけだ。俺が君殿どどなら、あなたたち4人に餌を与え続けて、いい感じに太ったタイミングで殺します。あの人は仲間にそんなことはしない。魔王討伐のためだったら、なんだってやるんじゃなかったですか グラコスさんが死んだ今、もしかしたらもうあなたたちは用子みの可能性もありますよ。今ならまだ逃げれます。ふざけたことを言うな。俺たちもグラコスさんやあなたを最初は仲間だと思っていた。でも違いましたよね。そもそもあれは誰の指示ですかどこに逃げればいいとにかく遠くです。